ホテル万葉亭 BBH ホテルグループ。酒飲み放題オールインクルーシブ&おでん食い放題。一泊三食プラス酒飲み放題で1万円。栃木県日光市鬼怒川温泉大原にあるホテル万葉亭。前回宿泊した際はハッピーアワーの酒飲み放題とおでん食い放題がなかったのだが、今回の宿泊ではそれが加わった、とのことで、その内容が気になったので宿泊してきました。BBH ホテルは、寮のサービスが充実しているので、それも魅力ですね。ホテル全景。いざホテルへ。BBH ホテルの顔、高橋親子。フロント。ララポン抽選会、一回引ける。二等の千円分の宿泊割引券が当たった。公式ホームページでの予約でしか使えないのがネック。二六菩薩、ロビー。浴衣はセルフで。朝食案内、貸し出し品リスト。貸し出し品。DVD と映画ソフトの貸し出し、ゲームの貸し出し。売店。お菓子、カップ麺自販機。アルコール自販機。キッズエリア、こたつ部屋。漫画ルーム、無料マッサージ機もある。ロデオボーイ。アートオークション。ネットパソコン。喫煙所。大浴場。脱衣場。内風呂。洗い場。露天風呂。水風呂。90度程度のドライサウナ、テレビも見れる。湯上がりアイスサービス。ゲームコーナー。卓球、バスケットボール、キッズエリア。卓球、バドミントン、バスケットすべて無料。カラオケ、四季島、1部屋1時間無料で利用できる。そろそろ部屋に行きましょう。オープンザゲート。冷蔵庫。最安値の部屋。バス、洗面台。エチケットルーム。タオル。まんじゅう、煎茶。布団はセルフで。
窓の外の景色。ハッピーアワー15時から17時まで、水、お湯、コーヒー、サプリメントドリンク、コーンポタージュ、ココア、ミルクティー、氷、リンゴ酢ピンクグレープフルーツドリンク、黒酢ぶどう&ベリーミックス、アサヒスーパードライ、ブラックニッカハイボール、氷菜サワー、ポールスター、おでん食い放題、昼飯を抜いてきたが正解だった。がんもどき、大根、こんにゃく。おでんで一番好きな湯で卵を期待したのだが、なかった。大根とこんにゃくはカロリーを気にせずに、食べられるから箸が進む。昼間から飲むアサヒスーパードライ最高。宿泊者無料の貸切風呂。脱衣所、貸切風呂にしては大きい。内風呂。泉質は、アルカリ性単純温泉、効能は、神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、内身、くじき、病後回復期、疲労回復、慢性消化器病、自湿、冷え症、健康増進など。洗い場。温泉は近くの仁王尊プラザから引いている、ぬるぬるした泉質が特徴。夕食ハーフバイキング。開始時間10分前に行ったらすでにバトルが開始されていた。席は指定席。あらかじめ席に置かれている豆乳鍋とバイキング、料理のハーフバイキング&90分の酒飲み放題。鍋用具材、うどん、豚肉、水菜、白菜、ネギ、えのき。料理フェア、中華料理と紅ズワイガニ。春雨サラダ、おから。しもつカレー、もやしつらしあえ、切り昆布に、わかめとイカの酢の物、梅干し、切り干し大根たまり漬け、らっきょうのたまり漬け、高菜漬け。油淋鶏、レバニラ炒め、麻婆豆腐、豚の大根煮、タケノコ煮物、味噌汁、ご飯、紅ズワイカニ、サラダ、マンゴー、パイナップル、わらび餅、クリームチーズケーキ、カップチーズケーキ、ドレッシング、バンバンジー、サーモンカルパッチョ、寿司、サワラ、サーモン、マグロ、イカ、そば。餃子、イカそうめん、エビ天、白身魚のフライ、芋フライ、揚げ春巻き、舞茸天ぷら。デザート、アイスクリーム。アイスクリームマシーン。ドリンク。ジュース、鬼怒川の伏流水。コーヒー、お茶。無料で酒飲み放題、サワー、ハイボール。アサヒスーパードライ。熱燗、梅酒、焼酎、日本酒、ウイスキー、ワイン、氷。
ほどなくして会場もヒートアップ。こんな感じに盛りました。陳安プレゼンツ、ホテル万葉亭、夕食バイキング、おすすめ料理。1. 海鮮丼、刺身とご飯で海鮮丼。2. カニ、このホテルの目玉。3. 鍋、締めのうどんがうまい。3. そば、さっぱりしている。4. アイスクリーム、手間がかかるが美味しい。5. 餃子、栃木県なのでこだわっている。6. 麻婆豆腐、普通にうまい。大浴場、翌朝男女の大浴場が入れ替わる。脱衣場、洗面台、ウォーターサーバー、内風呂、洗い場、露天風呂の観音像、露天風呂、朝風呂は気持ちがいい。朝食バイキング、開始10分前に来たらすでにバトルが開始されていた。夕食もそうだったが、このホテルのバイキング、開始時間は想定よりも早いのだろう。味付け海苔、高菜漬け、らっきょうのたまり漬け、梅干し、切り干し大根のたまり漬け。おかゆ、筑前煮、スクランブルエッグ、ウインナー。味噌汁、ご飯、ネギトロ、サーモントロ、ブリトロ、イカ刺し松前漬け、とろろ芋、温泉卵、サラダ。パン、切り干し大根、きんぴらごぼう、つぼ漬け、しば漬け、フルーツカクテル、ヨーグルト、オレンジ。シューマイ。那須野ヶ原牛カレー、団子汁。厚焼き卵。酒塩焼き、サバ塩焼き。焼いて食べればうまさ倍増。ドリンク、ジュース、鬼怒川の伏流水、牛乳、氷。ほどなくして会場もヒートアップ。こんな感じに盛りました。陳安プレゼンツ、ホテル万葉亭、朝食バイキング、おすすめ料理。1. 海鮮丼、舌でとろける味。2. 焼きサバ、焼いて食べるとうまさが増す。3. 那須野ヶ原牛カレー、牛肉がうまい。4. 団子汁、餅が入っている。
ウインナーパリッとしている。6. スクランブルエッグ、トロトロしている。朝のコーヒーサービス。BBH ホテルグループのリゾートホテルはどこもコストパフォーマンスが高い。このホテルも例外ではなく、ハッピータイムの酒飲み放題やおでん食い放題、無料の貸し切り風呂や無料のカラオケ、夕食ハーフバイキングでの酒飲み放題など無料のサービスが充実している。サービス精神が旺盛で価格もリーズナブルと満足度が高いホテル、超おすすめですね。